はい、こんにちは、カズボです。ドラゴンクエストモンスターズ上かつプロフェッショナル続きやっていきたいと思います。今ね、こうやって後ろにね、ズシオーマルとか2体いますよね。まあ最強を作ろうとしてるっていうね、まあ、丸見えなんですけど、まあその通り最強モンスター作りです。はい、最強ね、コサックシープとか作ろうと思うんですけど、これ何気にめんどくさいですよね。これ出てくんのかな。この一歩手前のプークプックはね、出てくるんですけど、あのプークプックを使ってまあ配合でねできたりするんですけどね。コサックシープで、コサックシープ同士でこのね、強コサップシープになりますよね。コサックシープね。それでその強コサックシープを作って2体作ってレベル50まで上げてね、片割れを。それは最強になるので、まあ S ランクですね。何気に瀕死で会心と応援なんかつくんですね、これね。いや、結構普通に A ランクモンスター作るより大変だったんですけど、これなかなかね、配合でも見つからなくて、ね、とりあえず作ってみます。最強コサックシープ、まあプラス12ですけどね。はい、こやつもそうなんですけど、あのクラウンヘッドね、まあ最強クラウンヘッドにはなるんですけど、まだね1体しか作ってないので、この殺人怒りがね、なかなかできなかったから、もったいないなと思ってね。リンリンとシャーマンでできるんだね。あの殺人怒りとか普通にこれ出てきますよね。これ確か海岸にね、まあ出てきたような気がするんですけど、まあ出てきたんだったら強殺人怒りがいるでしょうから、まあ捕まえればいいだけなんですけどね。クラウンヘッドはね、なんか見た記憶ないなと思いまして、作るしかないですよね。今回また片割れなんですけど、ちょっとねレベルまだ上げてないので、まあ息封じブレイクって最強になったらこの息封じブレイクの下がつくので、もう一体ね強クラウンヘッド作らなくちゃいけないですよね。何気に面倒ですけど、まあ作って作れないことはないので、まあ作りましょう。まあこれはね、また今度紹介します。これもね、なかなかできないようなモンスターなので、まあ一旦作っといてね、あの図鑑減らしとかないと、次ねちょっとねモテるモンスターいないので、強クラウンヘッドもう一体作ってからね配信しようと思ったんですけど、まあ空きがなくてね作れなかったっていうね、まあそういうパターンですね。まあちなみにそんな感じでこういうのも作ってます。あのサーベルキツネとかね、これもねなかなかですよね。まあこれも今日サーベルキツネになってるんですけども、片割れね今レベル上げ中なので、まあ作ったりしてますね。また次回紹介できるんじゃないですかね、これもね。はい、その代わりといってはなんですが、ズシオマルね、これも最強ズシオマルできます。これを上げてました、先にね。ズシオマルはねもともとランクが高いので、特性のね上から3つ目まではついてますけど、最強になるとね自動 HP 回復つくんだね、これね。これもね、ドラゴンクエスト6にいたモンスターですね。まあ、ドラケシリーズはね、ちょっとやっていきたいと思ってるんですよね。だから、モンスター全員イルルカとかありますけど、まあ、ドラケシリーズやってからね、配信しようかなと思ってるんですよね。まあ、イルルカやってからでもいいですけど、これどこにいたモンスターだろうっていうんであれば、まあ、他のシリーズやってからの方がわかりやすいかなと。まあ、自分としてもね、その方が配信しやすかったりするので、まあ、じっくりいきたいと思います。どっちみちね、焦ってもね、毎日ね、配信できるかどうかわかんないので、まあ、そういうあれでしたらね、まあ、最速目指してるわけでもないので、まあ、じっくりね長くね、まあ、遊べればいいかなという考えであります。はい、そしてね前回ね、スライム、最強スライム作ったんですけど、このスライムベスもね、強スライムベスからね最強スライムベスになるので、まあマホトーンブレイクがついて、息封じブレイク、ブレイク系がつくんだね、スライムベスはね。はい、簡単そうに見えてね、実はね、まあ、途方もない作業なんですけど、キマイラロードあそこにいましたね、遺跡地下にいるんですけど、まあ1体捕まえてね、もう1体捕まえるとなると、これかなりね、まあ、パーセンテージ低いので、もう片方のねロムに預けて、まあ、これだったらね預けられるんでね。でまあスカウトしまして、モードをして、まあ最強キマイラロードを作ったらランク S になるのでね、これ作っちゃうともう交換できないんで、キマイラロードまでだったらね A ランクなので交換できるんですけど、まあ、ここですね、常に魔法カンタつくので呪文効かないですね。はい、まあここまで作ったらね、これはもう配合していなくなってもいいんですけど、まあプラス1なんでね、これ普通に捕まえてきた感じです。だから捕まえてきたといえど、捕まえるの大変だし、レベル上げるのもね結構大変だったのでね、まあそうですね、まあメタル光あふれる地でね、まあ、メタルキング、まあ、倒して、まあ、横にね1体入れとけば、まあ、2体だったらね経験値がね1枠3体よりは多いので、まあ、そういうのを駆使しながらやるしかないですね、これもね。
はい、これもね、断崖の、まあ、イザナイルーラ使ったところあたりにね、まあ、飛んでるんですけど、最強ね、エンゼルスライムはいないですけどね、今日エンゼルスライムまでだったらいるので、まあ、捕まえてきてね、片方レベル50まで上げれば最強になります。これが、今日エンゼルスライムいるってことはね、もともとのランクがもっと低いので、まあ、回復のコツまでがついてるのかな、普通のエンゼルスライムだったら。で、今日エンゼルスライムになると天使の気まぐれつくので、まあ、死んでも、まあ、生き返る可能性はありますよね。で、最強になるとラッキーがついてるので、まあ、ラッキーっていうとね、まあ、いろんなものがね、まあ、効かなかったりとかね、まあ、本当にラッキーなことが起こるような特性なので、まあ、いろんな意味がありますよね、これラッキーはね。で、スカウト級にも確かね、ラッキーがついてるモンスター連れてきてくれっていうのありましたけど、あれ、岩飛び悪魔とかにもついてるので、まあ、そっち連れてった方が早いかなと思います。これはこれでね、まあ、使いようによっては、まあ、ヒーラーですよね。回復系になるとは思うんですけどね。じゃ作ってみます。はい、これもね、モリモリベスなんですけど、今日モリモリベスになりますね。もともとランクが D なので、今日モンスターを経て、最強モリモリベスになるんですけど、配信のために自分ね、レベルを50まで上げて、他のモンスターに入れ替えてまたレベル上げしてっていう感じで、まあ途中でね、配合してないんですね。なので、とりあえず今日モリモリベスまで作れるので、もう片割れ作れば最強になります。とりあえずね、モリモリベス2体とメタルキング2体で、スライムマデュラできるので、それマデュラーになったらね、まあ最強はないんですけどね。で、メタルキングの方も最強メタルキングまだ作ってないので、まあ今レベル上げようかなと思ってる最中で、まあメタルキングはまだ手つけてないんですけどね。まあいずれに、スライムマデュラーとか作っていく予定だったので、まあとりあえずね、いたので、まあ最強モリモリベースを作るので、まあこれね、2体いてね、まあまた空きがなくなってきたので、今日モリモリベースだけ作っちゃいます。まあこの後にまた最強になるので、まあ、とりあえずね、この2体配合とね、メタルキング2体配合なんで、これで、モリモリベス2体っていう条件は、まあ、達成されてるので、まあ、マデュラの材料にはなるんでね。ただ、そっち作りたいんですけど、最強も作りたいので、モリモリベス作んなくちゃいけないってことですよね。まあ、魔界にモリモリスライムがいて、あと先ほど作ったね、スライムベースとかに配合すればまたできるので、まあ、単純ですけどね、なかなか、まあ、ランクがね、こうね、ここまで進んでくると、まあ、弱いモンスターがね、なかなか出てこなくなるっていうね。配合も、まあ面倒ではないんですけど、まあ捕まえに行ってね、出てくるのかって言ったらね、まあ2、3回戦わないと出てこなかったりするので、まあそういう意味でもね、ちょっと面倒かなっていうね。だから今のうち作っときます。まあね、図鑑がね、これでだいぶ空いてきたので、とりあえず今日モリモリベースですよね。で、次回最強にしようと思うんですけど、こう空いてきたね、空きで、ようやく今持ってるモンスターだいぶ片付いてきたので、密林とかね、まあ、最初の方から捕まえられるモンスター回ってみようかなとかも考えてますね。とりあえず、まあ、それでも良かったんですけど、これ作らないことにはね、次先進めないので、まあ、そこがまた面倒ですよね。シャーク魔獣とシャーク魔獣でね、最強シャーク魔獣できます。ああ、こんな感じですね。シャーク魔獣は、まあ、バブルキングとデスファレーナとかでできますね。まあ、これを、まあ、2体作って片方レベル上げればいいだけなのでこれですね。ザキ攻撃つくんだ。だから攻撃したらね即死効果がある時があるのでこれ連続のねカバシラとかについたら結構恐ろしかったんですけどね自分だいぶ前にねそういうパーティー作ったんですけどね、まあ、完全なるネタパですけど、まあ、やるかやられるかみたいなね感じだったんですけどね、まあ、あれはあれで面白かったんですけどね。こうシャークマジとかなかなかね、見逃しやすいようなモンスターなので、あと無印版にしかいないようなモンスターいるんですよ。プチット族とか、メタルハンターとかね、あんなのも連れてこなくちゃいけないんでね。まあ、それはそれでまたやりますけどね。はい。バードファイターとバードファイター。これ二軸弱できますけど、まあ、どうやって作ったかと言いますと、まあ、低い鳥2体とね、ホークブリザード2体でね、4体配合で二軸弱できますけど、自分 8体捕まえてきたので、二軸弱用と最強バードファイター用に、まあ、レベル上げって感じですね。これは後に使うので、今持ってるんですよね、一体ね。なんですけど、S ランクなので、交換もできなければ、まあ、配合先も作ってないので、まあ、ずっとね、所持モンスターにいる感じなので、まあ、作るのでちょっと早かったかなと思いましたけどね。まあ、1体ぐらいだったらいいかって、何体かのそういうモンスターいるので、あとね、通信で手に入れたモンスター、今や手に入らないモンスターとか、Mac で DS のモンスターでね、
A ランクのモンスターとかは別ロムに預けてます。で、 S ランクのモンスターとかね、 S ランク以上のモンスターはね、こっちのロムにちゃんとありますので、今はちょっとね紹介しないですけど、時が来たらね、まあ、紹介したいと思います。まあ、なかなかね、スライダーヒーローは前紹介したんですけど、あれもね2体いるので、まあ、2体どころじゃないんですよね、別ロムにいっぱいいるので。あれはだ、あれは別に考えることないんですけど、まあ、最強とか作ろうと思えば作れるんですけど、他のね S ランクは結構貴重なのでね、まあ、時が来たら作りますので、とりあえず今最強目ですね。はい、バードファイター、これもねランク高かったんですけどね、いきなり逆のね、その下にバギーブレイクなんかつきますね。まあ風系ですね。いやー、これ作ってだいぶこれで消化できるんで、また配合広がりますね。はい、何気にね、できる最強魔王の使い、これもね捕まえられますけどね、作ってもね、まあ、そんな難しくないかな。レベル上げるのが面倒なだけであって、まあね、ヒヒルデの使い倒してね、ヒヒドラードを倒した後だったら、まあ普通に50だったらちょっと頑張れば上がるので、まあそうですね、1体ぐらいだったら楽なんですけど、何体もねこうやって上げてるとね、さすがに大変ですよね。で、前回ね配合パートまたやったんですけど、あの時ね字幕結構出してましたよね、コメントでね、まあこういうの来ましたとかね、まあ、自分なりにこう思いますとかね、そのコメントの内容に対して、まあ、こういうことですよっての結構出したんですけどね、今回ねちょっと出さない感じですね。なんか同じことあんまくどくど言ってもねしょうがないので、まあれ書けばもう分かっていただけると思いますので、まあやりやすいように配信したいと思います。とりあえずね、この最強魔王の使いはもったいないので、まあ取っとこうかな、どうしようかな。まあ、魔王の使いからできるモンスターに派生してもいいですけどね、また作ればいいんですけど、魔王の使いは使うかな、他のモンスターの方がいいかな。まあこれまたさらに広いですね、ちょめちょめいのちょめいだったのに、ちょめ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 のちょめいっていうね、とんでもないとんでもない名前なんでね、本当に。はい、そしてね、まあゴールデンゴーレムをね、まあ作ろうかなと思ったんです。なんですけど、これね、そこクリアしちゃってるんですよ、ゴールデンゴーレム地帯を。なのでゴールデンゴーレムまた自力で作るしかないんですけど、まあ大体ねゴールデンゴーレムでできるモンスターは作ってるので、まあそれはそれでいいんですけど、溶岩魔人作ってないので、まあ作れるチャンスはあったんですけどね。これもね50上げる前に4体配合とかやっちゃいそうなモンスターなので、まあ50まで上げるとなるとね、また結構面倒だったりしますよね。まあよくある配合なんだけど、最強は出るのかって言ったらなかなか見かけないような。ああ、ちょうどいいですね。最強溶岩魔人なんだけど、ちょめちょめ溶岩ちょめちょめってね、なんかね、まあ、この自分の名前の横にね、星とかね、ハートマーク入れる方って結構いますよね。まあ、そんなようなデザインですよね、これね。はい、ですね、まあ、最強ブリザードマンとね、最強じゃなくてもいいんですけど、ブリザードマンと炎の戦士でね、デュランができますよね。それの出来上がったデュランを2体作って片方50枚上げてあげると最強デュランになります。デュランなると AI1 から2回行動最強になるとつくんですね、これね。ダークドレアムっぽいですよね。強者の余裕ついてないから、これでいいんじゃないかな。ダークドレアムだと連続と、まあ、AI1 から2回行動ついてたんですけど、デュランついてなかったですもんね。でもどうなんだろう、強者の余裕がついてたので、あれ何ついたんだっけな、あれはあれでまた違うんかな、ちょっと違いますけどね、まあ似てますよね。ランク S ですけど、まあ、最強デュランも結構いいんじゃないかなと思いますね。威圧とかあるしね。はい、そしてね、まあなんだかんだジャミラス作ってた時にできちゃったんですけど、最強ゲモンね、まあ、自分何回か派生してますけど、これジャミラスとね、アトラスでゲモンできますよね。で、まあ、片方は前回の動画で作った最強ライオネックをもうすでにゲモンに配合してたんですけど、もうちょっと強くしようかなとかね、プラスしてあげようかなと思ってね。最強ゲモンがね、案外強いらしいので、まあこれは使っていいかなと思ってね。まあ一応作っちゃおうと思いまして、で、できる最強ゲモン。これ何がいいんだろうな。まあ、最強ゲモンとね、最強煉獄天魔がね、なんかね、すごい、まあ、当時ね、まあ、対戦に出てたらしいんですけど、メガボディ1から2回行動。常に魔法カンタ。あ、なるほどね。
最強煉獄テーマが常にアタックカンタついてるので、まあ、攻撃効かないですよね。で、魔法カンタが呪文効かないので、まあ、呪文が効かないか、まあ、攻撃が効かないかですよね。で、この時テンションでも貫通しなかったので、まあ、その2体あったら本当に邪魔ですよね、これね。どっち倒してもどっちかがね、生き返らすとかね。まあ、ちょっと、これは、ね、すごい相性ですよ、それもね。はい、最強ゲモン。まあ、ここまで作ったらもう、ゲモンはいいや。まあ、ちょめちょめゲモンになるけどね。はい、一応ね、これも上げました。メガ防具。ランク A ですけどね。A ランクなので、まあ、最強にはなりますね。メタルキラー作るんだ。最強メガ防具ってね。はい、一応ね、3枠モンスターのタイラントアームとかも最強になるんですけど、あれね、ちょっと入れると、所持数のね、枠がね、いっぱいなので、100体すぐなっちゃうので、別ロムに全部預けてます。で、こっちでね、タイラントアーム捕まえて、別ロムから持ってきてね、最強作ろうと思ってるので、3枠はね、ちょっとね、後のパートになっちゃいますけど、まあ、最後の方にね、ちゃんとね、最強モンスターとして作りますので、最強レティスとかなりますね、あれね。で、レティス作ると、レティスの上にね、まあちょっとまだ出てないんですけど、まあ新調レティスってね、よく出てきますよね。あれとかも作れるんですけど、そうするとね、最強レティスを作ったとしても、まあ消えてしまうんで、まあそうだね、一回レティス捕まえて作ってからまたレティス捕まえに行くって手もありますよね。そうなってくると別ロムにもう一体レティス預けとかなくちゃいけないので、まあ預けとくというか別ロムで捕まえてきて渡せばいいのかな。まあそういうこともあるので、まあそういう枠も取っとかなくちゃいけないですよね。まあその先の派生なんですけど、まだ片割れとか全然できてないので、まだ作ってもいないですけどね。だからそれはそれでまた今度作ろうと思います。はい、ですね、最強プロトキラーもできますね。これ一応キラーマシーンもそうですけど、最強キラーマシーンになりましたね、確かね。ランク A なんで。で、キラーマシーン2になると、キラーマシーン2体と、ゴールデンゴーレム2体でできたので、あれでランク S なんで、キラーマシン2はね、それで完成なんですけど、その手前のね、キラーマシン2体の下りもあるので、まあ、このキラーマシンだったりね、このプロトキラーだったりもするので、まあ、プロトキラーはとりあえずね、先ほどのメガ防具捕まえた時に、ついでに捕まえてたので、同じ場所にいますんでね、まあ、できる感じです。まあ、これも一応メタルキラー作るんだね、これね。もともとランク高いので、これは強プロトキラーというのは存在しないですね。今日だったらね、この上のプロトキラーのところに今日って書いてるのでね。まあ、B ランクなんで、もともと。まあ、これもいずれ、まあ、4体配合とかで使えると思いますので。はい、一応ね、ピサロナイトの材料でもあるんですけど、キラーアーマーね、捕まえました。だからもう片方でね、ピサロナイト作ろうかなと思ったんですけど、まあ、そこから上の派生もありますしね。だから自分ギガデーモンとか、あの辺りでね、前のパートだったら配合終わったんですけど、今現在ね、プレイ始められる方は、ギガデーモンとかね、ヤマタノオロチまでは作れますけど、その先のね、モンスターっていうのが、4体配合でね、作る感じなので、作れないんですね。だから当時の配信してる、まあ、配信して手に入れたモンスターとか、まあ、A ランクだったらね、交換できるんですけど、S ランクのね、入ったデータっていうのがね、すごい貴重なんですよ。で、自分持ってるデータもありますし、何個かね、ジョーカー2プロフェッショナルのロム持ってるので、まあそっちにね S ランクいるんですけど、まあ持ってたとしてもね、そのロムから移せないので、まあすごい貴重なんですけどね。まあせっかく配信してこれ残る感じなので、まあせっかくなのでね、まあ配合して、まあ作っちゃおうかなと思います。もったいなくて消えちゃうんですけどね。なんですけど、まあそれでね、ポンプできるんだったら本望かと思います。ジョーカー1の時ね、自分、まあレオパルドとかね、レティスとか、なかなかね手に入らないモンスターいましたよね。トロでもそうですけど、3体がもう手に入らないモンスターなので、まあ、ロムがあればね、まあ、交換できるんですけどね、モンスターは交換できたので。なんですけど、なかなかね、いないようなモンスターで貴重なので、まあ、使いたくなかったんでね、まあ、配合して、まあ、全部コンプリートしましたってね、後リセットをしたんですけど、このジョーカー2の場合ね、そういかないのでね、まあ、最後の方どうしようかなと思いまして、まあ、一気に作っちゃって、そうですね、一気に作って、まあ、配合前の、状態に、まあ、セーブしないで戻そうかなとかね、いろいろ考えてるんですけどね。まあ、ある程度はね、配合していなくなっちゃうと思います。まあ、とりあえずね、最強キラーアーマー作ります。はい、まあね、今回はね、まあ、配合、最強モンスター作るだけの、まあ、単純なパートでしたけど、
まあこれでもね、だいぶね、まあ次の配信に向けて楽になるんですよね。というのが、いよいよ、まあ配合パートだけだったんですけどね、今回はね。まあ配合画面だけだったんですけど、まあ、いよいよね、密林とかに行って、強モンスターとか捕まえて、まあ最強モンスターできる過程をね、今度から紹介できるかなと。今ね、30体ぐらい空きがあるので、30体ってことは15ペアぐらいスカウトできますね。だから密林の中、ボストロールとかできれば、まあスカウトしてね、最強ボストロールとか作れればいいかなとか思ってるんですけどね、あれもまだ、まあ捕まえてないんでね、まあ最強モンスターにしていかなくちゃないので、まあ、その手前のシャーマンとかも確か作ってなかったんでね、だまだ作るのいっぱいありますけど、まあこれ揃いますね。最強ブラウニーずっと使ったんですけど、最強大きい術とかできますよね。まあそんなのもあるんで、まあちょっと考えたらね、先長いのでね、まあそれプラス、まあ今回ね、ちょっとね、時間使っちゃったんですけど、GJ のね、バトルとかもね、まあちょくちょく1日ずつモンスター変わっていくので、あれもね配信していければいいかなと思ってます。ということで今回ここで終わりたいと思います。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしていただけるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。